ノルダビアは、ロシアのアルハンゲリスクに本社を置く航空会社。ボーイング737から700前身は、1963年に発足したアエロフロートソ連航空のアルハンゲリスク航空総局であった。1991年のソ連崩壊に伴う旧アエロフロート解体によって独立し、エイビル・アーカング・アルスクエラインズとして運航を開始した。2004年に、 アエロフロートロシア航空が株式の51%を取得して子会社化した。そして社名をアエロフロートノルドに変更し、アエロフロートの第二の地域航空会社となった。しかし2008年9月にアエロフロートノルドの運航するアエロフロート821便墜落事故が起きたことで、アエロフロートが方針転換し2009年12月よりノルダビアと解消した。 2011年3月、ノリリスクニッケルへと売却された。2019年に、ノルダビアからスマータビアにブランドを変更した。これは、当初2017年に、レッドウィングス航空と合併予定だったが、2019年の3月に合併が中止となり、ブランドのみを変更したためである。アンダーマーマイナスに、アナパ、アルハンゲリスク、アストラハン、エカテリンブルク、 コトラス、クラスのダール、ルシコンスコ、モスクワ、ムルマンスク、ナリアン、マル、ノボシビルスク、ペルミ、サンクトペテルブルク、ソロフキ、スイクティフカル、トロムソ、ウシンスク、チェリアビンスクスマータビアのボーイング737から800アイロフロートノルドのボーイング737から500型機保有する機体は、ロシアの多くの航空会社と同様に、旧ソ連製の旧型機が多かったが、 中距離旅客機をつまイナス154型機からボーイング737型機に更新した。これは親会社のアエロフロートがエアバス A320 型機を導入しているのとは異なっている。なお、2021年2月現在のスマートビアの保有機材は以下の通りである。ありがとうございます。